新たなテクノロジーと現代のマスターキーボード機能を取り入れたステージピアノ RD-2000 を発表いたします。 RD-2000 にはデュアルサウンドエンジンを採用。そのうちの一つ V ピアノテクノロジー音源をアコースティックピアノだけに贅沢に使用。極上のピアノサウンドや待望の全鍵発音を実現いたします。それではそのサウンドをお聴きいただきましょう。演奏は篠田元和さんです。ありがとうございます。それではブラッシュアップされたエレクトリックピアノのサウンドをお聴きください。ありがとうございます。今回の新しい RD-2000、音もいいしタッチもいいし、機能もすごくいいんですけれど、その中で一つ目玉になるのが、パソコンとですね、この RD を USB ケーブル1本でつなぐだけでですね、ソフト音源をこちらの方に制御することができると。1本のケーブルつないでるだけなんで、全然こうまるでこうソフト音源でないような感覚で使えるわけです。で、最大8つのパートまで内部の音と、外部のソフト音源を鳴らすわけなんですけれど、これボタンを押して赤いボタンを押すと内部の、ピアノの音が鳴って、緑のボタンはソフト音源が、鳴るという、仕組みになっています。リアルタイムでどんどんスプリットしたりとかそういうこともできるんですけど、その辺をお見せしながらやってみようかなと思います。さんでした。ありがとうございました。